ヨハン・フリードリヒ・ホーナー・ヨハン・フリードリヒ・ホルネルは、スイスのチューリッヒ大学に拠点を置いて活動した眼科医である。1854年にチューリッヒ大学から医学士の学位を受けると、ホルネルはウィーンとベルリンで研究を続けた。ベルリンでは有名な眼科医、アルブレヒト・フォン・グレフェの助手を務めた。ホルネルが眼科医になろうと決めたのはこの頃である。1856年にチューリッヒに戻り、後にホッティングホーフという眼科院を開業した。ホルネルは1873年に眼科学の教授になった。1886年に死去すると、チューリッヒ大学の教授職は、オットー・ハーブが引き継いだ。交感神経系の病気である、ホルネル症候群は、1869年に症例を記述したのに続いて自分にちなんで名付けたものである。ホルネルの名前はメリン筋の分泌部であるホルネル筋とも関係があり、テンソルトルシマッスルとして知られることもある。人生でホルネルは目の疾患に関する論文を約40書いた。ありがとうございます。